イラン・ハレビは、ユダヤ人の政治家、ジャーナリスト、小説家、毛沢東主義者、パレスチナ解放機構最高幹部であり、ファタハ構成員。若い頃は、イスラエル人であったが、後に、シオニズムへの嫌悪感やパレスチナとの連帯のために、パレスチナ人となった。フランスのリオンに生まれる。父は20世紀初頭に、エルサレムに入植した家庭に育った、イエメンユダヤ人。 1960年22歳の時にイスラエルに移住。ところが、1967年の第三次中東戦争の時にパレスチナの抵抗運動への共感からファタハに加入する。ハレビは1970年代初頭にはイスラエルの審査翼組織マッツペンから分離した毛沢東主義団体マーバクの構成員も務めていた。その後、 パリやヨルダン川ー西岸地区に今日構え、パレスチナのために、反シオニズム活動を続けた。2013年7月10日、クリシーで死去。69歳。パレスチナアラブ世界では、好意的に見られていた一方で、ユダヤ人でありながら、イスラエル国家に背を向け、パレスチナに味方したため、イスラエル側からは、裏切り者、国賊とされることも多い人物であった。彼は生前、 私は100%ユダヤ人であり、そして100%パレスチナ人だと語っていた。ありがとうございます。